はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、もうちょっと目の前に料理来てますんで、急いでお店紹介しようと思います。本日はですね、横須賀のハンバーガー屋さんに来ております。店名の方がラグナさんということで、こちらのお店さんはですね、まあもちろんハンバーガーショップなんですけども、いろいろなご当地ハンバーガーということで、オリジナルのねハンバーガーを販売してるお店なんですけれども、こちらがですね、メガトンネイビーバーガーというハンバーガーだけで3キロ前後あるようなデカ盛りのねハンバーガーを販売してるお店さんでございます。今回ですね、ポテト付きで注文したんですけれども、ポテト注文しますとこんな感じでですね、雪崩になるぐらい持っていただけるみたいでございます。ちょっと皆様はですね、食べきれない場合もあると思うので、ポテト付きする際にはお気をつけてください。でもちょっとね、これ持ってないとマジでもう崩れそうなんで、早速ですけれども、こちらねいただきたいと思います。まずちょっとポテトをさ、一回どかしまして、どうやっていこう。ちなみにこれハンバーガー自体は一応3キロぐらいっていうことなんですけれども、本日はですね、総重量約 4.5 キロほどあるそうです。まあいっか、ポテトどうやっていこう。一旦せっかくハンバーガーなんで、ちょっとかじりついてみますか、そのまんま。野菜が新鮮、シャキシャキジューシーなんだけど、ちょっとマジでかじれないわ。正直に言うと、今までね、いろんなこのデカ盛りのハンバーガー食べたけど、一番正解がわからん。とりあえずハンバーガーなんでね、バンズに挟みたいんだけど、こぼれたお野菜たちと、よいしょ、よいしょ、ちょっと一旦こんな感じでいただきたいと思います。ここでも分かる通り、バンズサクサクでふわふわでうまいんだけど、もうとにかく食べ方が分からん。まあでもこのお肉もさ、ものすごいジューシーだわ。柔らかくて、もう噛んだ瞬間肉汁が飛び出てくるぐらい、うまっ。絵面的にはね、良くないんで、この箸外したいんだけど、まだ外すと崩れそうなんで、一段食べてからちょっと外しますね。ちょっともうそろそろ外しても倒れなそうなんで、箸を外させていただいて、常にさ、自分でセルフでハンバーガー作る感じだね。そしたら今ですね、ちょっと一段目完食させていただいたんですけれども、続いての段はこんな感じで仕上げました。一応トッピングをね、すべて乗せた感じでございます。で、ちょっとここにですね、追加でケチャップとマスタードかけていきたいと思います。うわぁ、うい。じゃあ続いてはこんな感じでいただきたいと思います。やっぱさ、いろんなソースかかったハンバーガーとかも美味しいんだけど、シンプルにさ、ケチャップとマスタードのハンバーガーってすげーうまいよね。
ちなみに今回のこちらのメガトンネイビーバーガーは通常の3段でね注文してるんだけど、1500円で1段増せるらしいんですよ。とんでもないサイズになるらしいんですけど、確かポテト込みで6キロぐらいね食べた方もいらっしゃるみたいで、ぜひちょっと大食いさんのねこちらのお店さんでこのとんでもないハンバーガーちょっと食べてみてください。でもなんだかんだ3段だともう下の方見えてきたかな。ただこれ1段につき約1キロってちょっとやばい量だよね。そしたらちょっと次はこれ多分マヨネーズかな、いただいてるんでうわっとかけちゃいますか。うわマヨにこれケッチャーでオーロラソース風にいただきましょう。これこのバーガー本当にめちゃくちゃうまいんだけど、とにかくね食べにくさはすごいわ。ちょっとみんなもね工夫して食べてください。そしたらもうこれでラストだな。今これあれね、あのいわゆるマックのポテトで例えたら L サイズ5、6分くらいあるじゃねこれ。最後の段もちょっと野菜が多すぎるんで野菜減らしてからかじりつこうかな。そしたらこれ最後のハンバーガーですね。そしたらひとまずですねハンバーガーの最後はこちらでございますね。ちょっと一旦溢れたポテトはお皿に戻してね。はい、ということで今ですねこれ残りのポテトお皿に盛り直してみましたが、業務用ポテトの1袋分ぐらいは残りありますね。もうこのポテトだけで十分デカ盛りだもんね。そしたらちょっとねやっとお皿にスペースができたんでケチャップとマスタードとよいしょ、やっぱポテトはこれだね。多分ねもうね10分ぐらいポテトを食べ続けてるんだけどなくならない。そしたらようやくこちらのポテトで本当のラストになりました。うまっ。ということでこちらですねメガトンネイビーバーガーをしっかりと完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、本日はですねこちらラウナさんでとんでもないやばいでかいハンバーガーいただいてまいりました。もちろんねハンバーガーがやばいだけじゃなくて
ポテト付きにするとポテトもやばかった。お店さんの方にね聞いたところも総重量は本日 4.5kg ということで、もう完全ね固形の食べ物ということで、正直最初量聞いた時はやばいかなと思ったんですけど、基本的に物がね美味しすぎて楽勝でございました。いや、ぜひねちょっと皆様にもこちらのハンバーガー食べていただきたいなと思いましたし、それ以外にもですね、まあ、オムライスだったりとか、まあ、ご飯系の食べ物、一品料理なんかも取り扱っておりますので、ぜひですねランチやディナーにこの美味しい料理皆さんも食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、ぜひねそちらを概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回いただきましたラウナさんのこのバーガー、とんでもなくでかかったね。あのね、やっぱ新鮮なシャキシャキ野菜とバンズのね、あのサクッとした食感ももちろん美味しいですし、何よりもねこのお肉、噛んだ瞬間に溢れる肉汁、絶品ハンバーガーでございました。ぜひね皆様もこの大きいのではなくて通常サイズをね一度食べに行っていただけたらなと思います。ということで本日の米編コーナーに参りたいと思います。まず一つ目の米編、大食いをした翌日は体や顔がむくみませんか、ということなんですけれども、もちろんがっつりとむくみます。以前ですねコラボをさせていただきました竹脇翔さんの動画の方で、一応ね僕の完全な1日の食生活ってことで、まあ見れるようなね動画があるんだけれども、それ見てもらうと分かる通り、普段からねこうジムに通って汗をかいたりとか、何よりも人のね数倍水分を取りますね。それでまあどうにかこうにかしてるはしてるんですけれども、ただまあ人のね3倍4倍やったところで人の10倍食べてるわけですから、まあ正直追いつかない部分はございますね。やっぱ翌朝とか起きるともう指輪とかも外れないし、うわ顔パンパンだなみたいな、まあそんな日は日常茶飯事なので、まあそのあたりは皆様と一緒なのかな。まあ僕自身もちょっとそのあたりですね、体に気を使って今後もですね大食い活動していこうと思いますけれども、まあ皆様はですね本当に体に良くない部分も、一部ございますので、無理せずに、大食いはね、真似せずに自分のね好きな分、好きな量をね食べれる分だけ楽しんでいただければいいかなと思います。はい、ということで本日米編2つ目、全粒粉の麺。まあここら辺は糖質が上がらないようにとか、ヘルシーなねラーメン屋さん教えてくださいってことなんですけれども、僕が一押しさせていただきますのがやっぱり中本さん。中本さんといえばね、辛いスープがあってカプサイシンとかでね汗もかいて代謝もね上がる気もします。そこら辺はちょっと分かんないんだけど、上がる気もしますし、何よりもねこう麺がこんにゃく麺だったりとか、豆腐変更で麺なしなんかもできますので、その日のね体調とか、まあ、糖質制限してる方とかでもね、食べれるようなラーメンが多数ございます。まあちょっとね辛いのが苦手っていう方でも辛くないラーメンももちろんございますので、ぜひですね気になっている方は中本さんの方で、このダイエット食じゃないんだけれども糖質をね気にせず食べられるラーメン、一度ご賞味ください。ということで本日最後の米編、最近の動画ではですね、まあこの大食いのリハビリ月間といいますか、ダイエットとかもしているのでね、こういった大食いの力を上げるためにデカ盛りだったりとかチャレンジメニュー多くはなってしまっているんですけれども、ちょっと前にはこう並盛りだったりとかのねメニューをたくさんいただいてご紹介させていただくみたいな動画が多くてですね、皆様にもこうやっぱりお店行った時にねメニューとか悩むじゃないですか。その中で事前にね動画を見ていただければ、これ食べたいと、まあそれがね分かった上でお店行けるかなと、まあ参考にしてもらえれば嬉しいなと思って、動画をやっておりましたので、気になるねお店さん、僕が行った動画とかでねあれば、ぜひですね参考にしていただいて、事前にねこのメニュー食べたいとか決めてからねお店行っていただければいいかなと思います。ただですね、まあ僕も本当に食べようと思えば本当に全メニューとかね食べれたりはするので、こういう生活ができるのはね幸せだなと思いますけれども、何歳までね続けられるかも分かりませんので、体に健康気遣って大食いしていきたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしたいと思います。それではじゃあね。